ニューヨーク市のソーダファウンテンで働くソーダジャークソーダ。ファウンテンとは、アメリカのレストラン、ファストフード店、コンビニエンスストアなどで利用される、清涼飲料水を供給するための簡易な装置である。また、清涼飲料水をアイスクリームや軽食などと共に提供する店、もしくはそれらを提供するためにドラッグストアなどの、店内に備えられたカウンター形式の設備。ドラッグストアなどでは、 飲み薬を出すこともある。単に、ファウンテンとも呼ばれる。ソーダファウンテン用ディスペンサーの装置本体、ソーダファウンテンは、清涼飲料水などの飲料を提供する設備である。アメリカでは、ジュースと呼ぶものは、果汁100%のものに限るため、そうでないものは、炭酸の有無を問わず、ソーダと呼ぶ場合がある。故にソーダファウンテンで提供される飲料のすべてが、 炭酸水及び炭酸飲料というわけではない。19世紀から20世紀中頃までは軽食道形式であったが20世紀後半扱いやすいディスペンサーが普及すると料金を払って紙コップを受け取り自分で供給機から好きな種類のものを注ぐセルフサービスのシステムも取り入れられるようになった。紙コップの大きさで料金が異なったりおかわりが自由な場合もある。 なお、日本では、コンビニエンスストア大手のローソンが取り扱った、ことにより、この名称が知られることとなる。1980年代、ローソンはこの形式で販売する飲料を総称した、ブランドとして、この、ソーダファウンテンの名を用いた。一方、同じく、コンビニエンスストアであるセブンイレブンでは、同時期、同様の商品群について、ポストミックスというブランド名を用いた。 日本では、ローソン、セブンイレブンともに現在は、ソーダファウンテンの取り扱いは行っていないが、タイのセブンイレブンでは現在でも取り扱っている。ソーダファウンテンに設置されるディスペンサーでは、濃縮された原液を、飲料水、または炭酸水で希釈して蛇口から提供する。カップからこぼれた飲料は、蛇口化の受け皿に設けられた、排水口から排水される。飲料水や、 炭酸水は適度に冷却されてカップに注ぎ込まれるか、あるいはカップにあらかじめ細かく砕かれた氷の中に注ぎ込まれる。温かい飲料は原液を湯で割って提供する。この機構は自動販売機の内紙コップに入れた飲料を提供するカップベンダーで用いられている。日本ではファストフード店やファミリーレストランでディスペンサーが利用される場合がある。 ファミリーレストランでは、ドリンクバーなどの名称で店内の一区画にコーナーを付設し、セルフサービスとして提供する形式が見られ、場合によっては、複数のディスペンサーを設置して、多種類の飲料を提供している。使用されるシロップ状の縮液は、主要な清涼飲料水のものが業務用として流通しており、またオレンジジュースのような濃縮還元用のものも見られる。 これらは内部にアルミフィルムを貼った専用の紙パックに充填され流通している。また、炭酸飲料の場合は直接飲料として提供される希釈済みのものが専用の金属製ボトルなどに充填されたものとして流通している。ありがとうございます。